刊花座編集長の浜田和之です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右というの。今夜のゲストは久方ぶりに木村盛代さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。もう明快なですね、ズバズバ言っていただきたいと思います。まあコロナですけどね、なんか資料全部捨てちゃった。もう私もコロナの本も何冊も書いたし、はい、でもう正義の味方っていう番組は3年以上ですね、まあもう始まってすぐだから3年以上になるんですけど、そこのいろいろな、まあ、シナリオ、はいはい、台本等も撮ってあったんですけれども、もうコロナバイバイ、私がもうテレビでコロナの話をすることはないと思って捨てた途端にですよ、また月曜日に電話かかってきて、今週よろしくお願いしますって言ってまた。もう私的にはもうコロナさようならなんですけどね。木村さんも相変わらずマスクしてないの？マスクしてない。してない、うん、私もしてないんですよ。そうですか、いや待って、でも未だにもう全員がしてるね、外でも。なんか私ね、してない人いないですよ。不気味になってきて、いや本当にこの人たちどういうつもりなんだろう。いや私ね、この間もちょっとまあマスクの話してて、もうはっきり言って科学じゃないからいやこれ怖い話ですよ、だって若い子たちがマスクを離せないっていうのは、これ明らかにメンタルの問題ですからね。ああそう、もうやっぱり人とのコミュニケーションを測りたくない、測れないっていう状況になっちゃってて、だから下着を取るぐらい恥ずかしいみたいなことを言う、これはね本当にある意味、まあ、社会的にも、まあ、社会科学的にというか精神構造上異常ですよね。で2類から5類5月の連休明け、遅いですねこれもね。いやもうなんか私もういい加減5類にもうしなくたっていいんじゃないのかなと思ってるけどあ、そうになっちゃいます。だって別にデータもちゃんと取れてないし、そしてなおかつまあ風邪のウイルスをいつまでも報告義務してってしょうがないわけだから、まあアメリカみたいにもういい加減普通の病気にしてしまえばいいんじゃないですかね。5類になると実際には我々にはどういうメリットがあるの？一般の人には、まあだからいわゆる濃厚接触者っていう概念はなくなるっていう話ですよね。それから例えばちょっと極端なあれですけど、おそらく火葬場では普通のタトゥー受け付けてくれる。一般的に。それからどこの病院でも見てくれると。それが見ないでしょ。この間行ったらね、なんか。そうじゃないっていう話があって。そうでしょ、それはその医者によるわけ。そうじゃないですか、まあもうなんていうか保険医、保険医取り上げぐらいやればいいのにね。ああそうですね、もしだってもう結局厚労省なんか、例えばあの指定病院の一時期停止するとかね、あの保険医、まあ、保険診療 の、あの停止とか、そういう強硬なことができるわけですし、今までもやってきたのに、なんでことコロナに関してはこう医療機関に甘いのかなと思いますけど、ワクチンによるものかワクチンでないものかっていうことを決定づけるっていうのは、まあ、ほとんど不可能に近いことですよね。それをやったところでしょうがない。やっても不可能なんだ。だから結局やることは今後ワクチンを打ったグループと打たないグループに分けて前向きに追ってってどの程度の確率で出てきますかと。じゃあワクチンを打たないグループからもこれぐらいの死亡率は死亡者は出ます、でもワクチンを打ったグループからはこれぐらいの死亡者が出ました、その確率的論はどういうふうに違う、確率的にどう違いますかっていう比較でしか物事というか政策を変えるか変えないかっていうような決定はできないです。なんでそれはその やらないの、それを。いや厚労省っていうのは今までやったことないから、だから統計学っていうものを厚労省は知らないんですよ、そうか、恐ろしい話ですけど、もうこれは水俣病の時から全然変わらないですね。そういう批判をしてるのは木村さんぐらいなんですか？
まあ、少なくとも私は厚労省にそういう意見が届くようなことを誰か言ってる人はいないの？まあいるんでしょうけど。分科会の先生たちはどうなんですか？分科会の中だっていますよ。そりゃ経済学者とはいますけど、そういう人たちの声は消されますからね。なんで？尾身茂が潰すから。尾身と厚労省が潰すからです。ああそうなんですか。尾身厚労省医師会の三つ覚えが潰すからですよ。うん、だから結局ダイヤモンドプリンセスのデータだってどこにも出てないです。誰にも彼にも出す必要もないけれど、その必要な研究者とかなんかには出すぐらいのというか論文が書ける研究者に出すべきだと思うんですよね。だからあの論文書けない研究者に出してもらっても、誰も論文書けないですから、でもそんな人は別に求めもしないでしょうからね。いやそういう人にしか論文あのデータを上げないんですよ。そうなの。だから分科会とかお手盛りの審議会の書けない人たちにしか出さないわけですよ。だから書かないわけですよ、書けないから、書けない人たちってどういう人なの？だから厚労省のお手盛り の研究者たちです。研究者にも書ける人と書けない人がいい、どういう差なんですか？それは能力の差なの？それの能力の差です。まあ、ここまで言うとあれですけど、だから要は無能な人間しか厚労省の中には入ってないわけですよ。ね、だからそういう人たちが審議会の委員になるわけだから。そんなの原田さん知ってるでしょ？知らない。知ったってそんなにすごくなの？じゃあ尾身茂さんが能力がありますか？いやいや、わかんないですけど、ないよね、能力。だから能力のない人で厚労省がやってることが正しい正しいって言ってる人しか入らないんだから。なんで？だから厚労省が選ぶから。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。日本国が今本当に100年に一度もしくは200年に一度の重大な危機に見舞われていて、そして唯一の同盟国であるアメリカがもう確実に変わりつつある。そうです。中国が確実に覇権主義に走っている。そうです。その中で日本国が一体どうやって生き残るのかという、もう最も深刻な問題を突きつけられている。そうです。その時に問われるのは、私たちがこの国をどのような国にするのか、自力で国民を守り国土を守ることができる国にするのかどうか、そのためには何をしたらいいのか。一番明らかなのは憲法改正です。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンデマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々990円、または1年で1万1000円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて、桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。月刊花田編集長の花田和義です。今一番聞きたいことを一番聞きたい人に聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田調書なるものをね、その
しかもその調書を公開しろっていうことをね、他の調書も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その調書をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田調書公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。